皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。11日深夜、スピードワゴンの月曜ザナイト、アベマ TV が放送され、セクシービデオ男優、市見県が男優たちのギャラ事情について明かす場面がある、この日は、 セクシービデオ男優、シミ、ケンをゲストに招き、デビュー当時からの様々な仕事の話や、性にまつわるトークを展開。アダルト業界の話をしていくうちに、話題は、男優のギャラについての話題。小沢和孝から、サラリーマンの平均年収が400万円台だと、言われている世の中で、年収が1000万円超えてたらすごいよねと話を。 振られると、シミ県は、年収1000万円超えますねと即答。これには小沢、すごい。と拍手を送った。シミ県によると、トップダンユと呼ばれる売れっ子は、月収200から250万円を稼いでいるのだそう。ちなみに18歳で業界入りしたシミ県だが、 僕が初めて月収250万円を超えたの26歳ぐらいとのことだ。ところがトップ男優として仕事ができるのはほんの一握りだそうで新人男優はとにかくギャラが安いのが業界の特徴らしい。僕が聞いた限りで一番安い。一発出してうまい棒一本ってのがありましたねと市見県が明かすと糸田淳は うまい棒と信じられない様子で声を上げた。男優にも冷エラるキーがあり、最下層の女優と絡めない男優のギャラは一発三千円七千円程度だそう。小沢が憧れの女優に会えるというだけで一万円払ってもやりたいって人はいるんじゃないのと質問すると、清見県はいます。 多分単価が安いってものもあると肯定した。そんな市民権は、現在は、男優としての収入は、頭打ちになってしまったとのことで、セクシービデオ出演で得る収入は、全体の2割程度だと告白。今は、講演会出演や著作物の印税、韓国を中心とした海外でのメディア出演などの、収入が主だとも語る。